皆さんこんこにちは今までこの講座を含めて31回にわたって一緒に学んできました統一原理も今日で最後の講座となります。今日は「再臨論」という題目でイエス様の再臨がいつどのようにしてまたどこでなされるかについて共に学んでみたいと思います。さて少し復習から 入りたいと思うのですが再臨という字は再び望むと書きます再び望まなければならない理由は初臨の時にやり残したことがあるからに他なりません。それではイエス様が初臨の時にやり残されたことは一体何だったのでしょうか。そもそもメシアとして 降臨されたイエス様の目的は、人類の原罪を清算し、地上に神の創造理想である三大祝福を完成した天国を築くことでした。ところが当時のユダヤ人の不信仰により、イエス様は願わざる十字架の道へと追いやられてしまいました。しかしイエス様の神への絶対信仰と、 40日復活期間を条件として、イエス様は人類に霊的救いの道を開かれたのです。これがキリスト教出発の原点でした。ところがイエス様の肉親は十字架によりサタンの侵入を受けたため、肉的救い、すなわち現在の生産をなすことはできず、 たとえ熱心なクリスチャンであっても、引き続き食材や信仰生活が必要となったのです。従って、イエス様が再臨されなければならない理由は、この人類の原罪を生産し、人類に霊肉ともなる救いの道を開き、地上に天国を築く、という神の見旨を完成させなければならないからに、 他ならならいのですそれではイエス様はいつ再臨されるのでしょうか今まで学んできた「桃源復帰原理」の原則に基づけば第一イスラエルの民族史である復帰設立時代の終わりにイエス様が降臨されましたのでそれを実体的同時性の時代として桃源復帰する。 第二イスラエルのキリスト教師、すなわち復帰説理延長時代の終末期にイエス様が再臨されると考えることができます。同時性の各時代の年数を合計すると1930年になりますので、イエス様の誕生を起点に考えれば、西暦1930年、 またルダーの宗教改革から400年と考えれば1917年を経た翌年の1918年復帰設理を担当する人間の責任分担の推敲移管により若干の年数の違いはありますがこれら桃源復帰原理の原則からすればイエス様の再臨は20世紀初頭ということになります。 次にににイエス様はどのようう再臨されるかについてて考えてみましょうこの「どのように」という点を確認する必要がある理由はイエス様ご自身が再臨の時の様子について次のように語っておられるからです。すなわち「マタイによる福音書24章30節からを見ますとその時人の子の印がる 天に現れるであろうまたその時地のすべての民族は嘆きそして力と大いなる栄光と思って人の子が天の雲に乗ってくるのを人々は見るであろうまた彼は大いなるラッパの音とともに御使いたちを遣わして天の果てから果てに至るまで四方からその先民を呼び集めるであろう」とあります。 このようにイエス様は天使がラッパを吹き鳴らす中で天の雲に乗って再臨すると言われたのです。これは現代の科学を信じる理性人からは到底受け入れることができない内容ですが聖書を文字通り信ずる立場の人からすればイエス様がそう言われたので彼らはそのごとく天だけを仰ぎ見ながら イエス様のの再臨を待ち焦がれているのですここで旧約聖書の一節を確認しイエス様の初臨の時の様子を見てみることにしましょう。ダニエル書7章13節に「私はまた夜の幻のうちに見ていると見よ人の子のようなものが天の雲に乗ってきて日の置いたるもののもとに来ると その前に導かれたとありますこのようにイエス様の初輪の時にも聖書に「天の雲に乗ってくる」という記述があるのでユダヤ民族の中にもメシアが空からやってくると信じる者たちがいたであろうことは想像に難くないのです。ところが実際はメシアであるイエス様は空からではなく「 マリアののお腹から生ままれてきたのですこう考えますと聖書の多くの箇所が比喩や例えで表現されているようにイエス様がご自分の再臨の様子を何らかの例とえとして「天の雲に乗ってくる」と言われたと理解することはとても自然なことと言えます。実際聖書の他の他箇所すなわち ヨハネの目録12章5節には女は男の子を産んだが彼は鉄の杖を持ってすべての国民を治めるべきものであるとありますここで神の御言葉を意味する鉄の杖を持った彼とはすべての国民を治めるべきものとありますので サイリンの主を意味しますがその彼は女から生まれたと書いてあるのです一方統一原理の観点から見ても神の創造理想は地上に実現されなければならず再臨主は初輪の時のように霊肉ともに完成した存在として来られ全人類を霊肉ともに完成させ 無形有形の2つの世界を主観できるようにさせなければならないのです。従いましてイエス様は再臨される時も初臨の時と同じように肉親をもって地上に誕生されなければならないのです。それではイエス様が天の雲に乗ってくると言われたその真の意味は何なのでしょうか 雲とは地上の水が蒸発し浄化されてできたものですがヨハネの目視録17章15節を見ますと「あなたの見た水すなわちインプの座っているところは」とあり水は堕落人間を象徴しています。そうなるとそれが浄化されてできた清い雲に当たるものは 信仰の厚い神徒たちを意味すすると言えますつまり「天の雲に乗ってくる」とは再臨ュは信仰の厚い信徒たちのもととりわけ再臨キにおいては第二イスラエルであるキリスト教信徒たちに囲まれてくる言い換えますとキリスト教信徒たちの指導者として現れるという意味なのです。 さてそれではイエス様はどこに再臨されるのでしょうか血統的に同じユダヤ人の子孫のもとに来られるのでしょうかこの点についてはマタイによる福音書21章33節からの武道園のたとえでイエス様は自分を殺害する民族には再臨されないという趣旨のお話をされています そして43節で「それだからあなた方に言うが神の国はあなた方から取り上げられて二国にふさわしい実を結ぶような異邦人に与えられるであろう」とイエス様は再臨のために実を結ぶ他の国と他の民族のもとに現れると明確に語られたのです。それでは その違法の国とは具体的にはどこなのでしょうか聖書ではその国が日の出る方すなわち東の方にあると教えているのです。ヨハネの目視録7章2節でまたもう一人と見つかりが生ける神の因をもって日の出る方から登ってくるのを見たとあり 東の方から天使が登ってきて同四節までにその天使が最後の審判に選ばれた14万ののものに陰を押すすとあります一方同じく目示録14章一節では「二よ子羊がシオンの山に立っていた」また14万4千の人々が子羊と共におりその額に子羊の名と その父の父とが書かれていたとありますこれらを整理しますと「子羊」と表現されているサイレンシュは最後の審判で選ばれた先民と共とに東方の国に来られるということになります。それでは東方の国とはさらに具体的にどの国を意味するのでしょうか 古くから東方の国とは日本中国韓国のことを言いますところで先ほどイエス様が言われた天の雲に乗ってくるという意味はキリスト教信徒のもとに来るという意味だとお話しいたしましたこう考えますとまず日本は神道や仏教を主に信ずる国であり 再臨期である20世紀初頭は全体主義国家であり韓国を併合し同地のキリスト教を弾圧した国でしたまた中国は儒教を主に信ずる国であり1717 17年にキリスト教布教禁止令が出されて以来徹底的な弾圧をし続けた歴史的な経緯がありますしかも 20世紀中頃からは神を否定する共産主義国家となっていくようになりますそうなるとイエス様が再臨される東方の国とは韓国しかないのです実際のところ韓国はキリスト教が盛んな国です今は北朝鮮の首都である平壌は当時は 東洋のエルサレムと呼ばれ、キリスト教宣教が盛んであり宣教師たちによって多くの神学校や教会が作られ国民の多くがキリスト教信仰を持っていました次に統一原理の観点から韓国が再臨されるイエス様を迎え再臨手と共に神の説理を担いうる国となる理由を いくつか考えてみましょう第一にメシアを迎えるべき国は桃源復帰の民族的な基台を立てなければなりませんイスラエル民族は民族的なカナン復帰露程を出発するためにエジプトで400年間の苦役をしました第二イスラエルであるキリスト教シントも400年間ローマ帝国の迫害を 受けましたこれらを通して彼らはそれぞれ40数サタン分立基台を立てたのです韓国も第三イスラエル先民の道を出発するためにはこのような40数サタン分立基台を立てなければなりませんそれに該当するのが日本帝国に属国とされ迫害を受けた40年期間でした 韓国が日本に併合されたのは1910年ですが実際は日露戦争後の1905年に締結された第二次日韓協約すなわち一子保護条約ともいわれるこの条約締結時から韓国は日本の事実上の保護国となりました。その年から1945年すなわち第二次世界大戦で 日本が敗戦し韓国が解放されるまでの40年間は神社参拝の教養をはじめ三一独立運動時の弾圧など特に韓国のキリスト教信徒たちにとっては舌に尽くしがたたい迫害を日本から受けたのです。そしてこれは第1第2イスラエル先民がエジプトやローマで受けた迫害に するもののででああったのであり韓国が建てた四十数サタン分立基台と言えるのです第二に韓国が再臨の国だとすれば韓国は神が最も愛される一線であると同時にサタンが最も憎む一線ともなるので再臨主の基盤となるべき民主主義とサタンの思想である共産主義が ここで衝突し合うようになりますそしてこの衝突する一線がすなわちまたおなじみにおいて韓国は天中復帰のための備え物となるので備え物はアベルとカインに分立し裂かれなければならないという原理に基づき 宗教と思想政治と経済などあらゆるものが朝鮮半島において分立し摩擦し合い衝突してこれが世界へと波及していくようになるのです。第3にこの国は神の信条の対象とならなければなりません。そして神の信条の対象となるにはまず 血と汗と涙の道を歩まなければならないのです。サタンが人間を主観するようになってからは神は子女を失った父母の心情をもって悲しまれながら悪逆無道な彼らを救おうとして罪悪世界をさまよわれたのでした。このように神は人間が堕落してから今日に至るまで一日として 悲しみが晴れるいとまもなかったため神の身旨を代表してサタン世界と戦う個人と家庭と民族は常に血と汗と涙の道を免れることがなかったのです歴史的に大国である中国や日本に囲まれてきたがゆえに韓国民族が歩んできた悲惨な歴史露呈はこのような神の選民として選ばれるための 必然的な道だったのですところで再臨機にあたる20世紀初頭にはこのように韓国は日本の植民地となり韓国という国自体が存在しなかったのではと考える方がいらっしゃるかもしれません。確かに西暦1910年の日韓併合以降 1945年の終戦までは、韓国という国は地上から消えてなくなってしまったかのように見えます。しかし、節理的には1919年3月に三一独立運動が勃発し、翌4月には上海で大韓民国臨時政府が樹立されたことがとても重要なのです。 実際現在の大韓民国の憲法の全文にも現政府の法等は19 19年立の臨時政府であることが歌われていますそして私たちが再臨の主であると敬愛しまたこの統一原理を解き明かされた方でもあるムン・ソンミョン先生は1920年陰歴1月6日 暦2月25日今の北朝鮮にある鄭州というところでお生まれになったのです皆様一度限りの人生において価値ある人生を送るためには真実を知ることがとても大切です逆に無力は何も生じません皆様が引き続き真理を探求し この後もムン・ソンミョン先生の生涯とその業績についての学びを継続され各種セミナーもありますのでそれらにも積極的に参加されることを願いながら統一原理のすべての講義を終わります。今ままで本当にありがとうございました